F1 アストン・マーティンのランス・ストロールがマイアミグランプリ GP でも散々の結果に終わり、更鉄論が勢いを増している。オーナーを務める父ローレンス氏の後ろ盾もあって、アストン・マーティンでドライバーを務めるストロールだが、今期は低迷している上に前戦の中国 GP でボンミス逆ギレ騒動を起こして窮地に陥っている。そうした中で迎えたマイアミ GP では、 さらに批判の火に油を注ぐ形になった。4日、日本時間5日のスプリントでは数台が絡む接触を誘引してリタイア。そして5日、同6日の決勝では、17位と見せ話しに終わった上に10秒のタイムペナルティまで課された。マシンの性能面では上位に食い込む位置のアストン・マーティンで繰り返されるストロールの低迷に、海外ファンからは怒りの声が続出。 ネット上では、ああ、去年以来ずっと続いているストロールのひどいパフォーマンスを正当化するのはやめてくれ、彼も問題の一部だ。アストン・マーティンは2人のドライバーで構成されているが、片方のドライバー、アロンソがレースをしていて、もう片方のドライバー、ストロールは遊んでいるだけだ、とばっさり。さらに、アストン・マーティンは成長とは真逆で、ストロールのようなドライバーを要してもどこにも行けない。 またしても素晴らしいストロールのパフォーマンスだと痛烈に皮肉る声も上がり、勇気はあの詐欺師ストロールに代わってアストン・マーティンにとって素晴らしい補強となるだろうとストロールの早期更迭と角田の加入を求める意見が上がっている。それでもドラムスコの地位は安泰なのか。今後は父ストロール氏の決断に注目が集まりそうだ。